はい、どうも、ベイレスパーサがやっていきたいと思います。はい、さ、南葛高校で7つの大罪のキャラクターたち、初使用をやっていきたいと思います。デッキの方は、翼、エリザベス、メリオダス、で、ミサキ、フワ、そして花火、この6人でやっていきたいと思います。はい、そしてアイテムの方は、パードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、今回ね、後イベが多くなってます。なので、後イベしっかりと進むようにしてください。そして今日は、天才確定会となってます。はい。天才千丸来ていただきたいですね。頑張っていきましょう。はい、そしてまあ花火でいいかな。花火行ってきましょう。で次一回休んでいきますね。はい、休んでいきまーす。でメディを出す。でここから激闘やっていくんですけど、まあとりあえずトリオか。あまり行きたくないけどトリオから行きましょうか。はい、行きまーす。トリオ。はい、そして一旦で終わるものさすがになくて、さすがにない。5、合計5。あー、オフェンスでもいいけど、ここ。うん。花火ちゃんの評価上げておきます。OK です。3ターンぐらいで終わらせたいな、せめてね、これ。3ターンぐらいで終わらせたい。はい。で、次1回、これ3か。きついだろうな。あー、微妙なところ。黄色3で次頑張ってもらいますか。黄色さん、次頑張ってもらいましょうか。はい。行ってきまーす。メンタル行きます。はい。そして花火、動いていきます。黄色さんはちょっとさすがに厳しいかな。はい。翼、進んでいきますね。OK です。前指は、切らなくていいです。はい。そして終わらない。終わらない。はい。フィジカル行きます。はい。フワちゃんしかいなかった。はい。翼の無限ゲットで、ここで、あ、天才来ちゃったね。さあ、センス丸。さあ、センス丸。おー、来た！ナイス。で、こちら、福井部の方、ん？じゃあ、ごめんなさい。これは、どっちだ？これは、金徳の方ですね。これは上の方。俺のせいだ。はい、評価上げていきます。てか、相変わらず、経験点高くなったよね。すごい強くなりました。この、うん。全体的に。はい、では、ディフェンス行くんで、とりあえず、告白来ていただきたい。告白。そして、翼くん、何名言くれますか？翼くん、とりあえず名言何くれる？チームメイトの評価か。じゃあ、とりあえず、ミラクルドライブシュート行きましょう。で、告白来てくれました。OK です。ありがとう。花火ちゃん、ナイス。で、持って翼進んでいきますね。福井部です。はい。そして、さすがにこれは踏むとこはないと思うね。思うね。はい。で、能力の方を上げておきます。はい。で、これはデート行きましょうの前に、ちょっと回復取っときます。回復取っときましょうね。はい。そしてテクニック上げておきます。はい。では、デート行きます。OK です。さあ、千丸だからね。頑張っていきたいですね。で、フワちゃん、動いていきます。もう、後指は、もう、毎ターン毎ターン動くぐらいしていただけると嬉しいですね。はい、そして翼の方が進んでいきます。教えて。はい、オッケー。で、ここで1ターンでは終わらない。ディフェンスいきます。これディフェンスいきます。で、メディオダスの評価上がりますね。オッケーです。で、翼、名言何くれる？負けてたまるかか。ちょっと微妙だけどね。で、ここで1ターンで終わらして。オッケー。ナイス。終わった。メンタルいきます。オッケーです。ちょうどいいよ。で、ここで特異練習頻度のものが来るようになりますんで、特異練習頻度が来てくれると嬉しいけど、来なさそうですね。はい。これは、テイクオフいっておきます。で、2ターンで終わらせたいよ。で、これ、動いていきますね。で、これ、金徳の方だよね。経験を積めばいい。はい、OK です。はい、そして、オフェンス。あ、OK、ナイス！いいタックだ。美咲くんが、来てたらもっと強かったけどね。はい、そして、待って、オフェンス、125あるんだ。えぐ？いや、125か。えぐいな。それちょっとえぐいっすね。うん、こんな上げれんのかな、オフェンス。まあ、オフェンスタックにはまってもらうしかないんだろうな、あとはね。はい、ではオフェンス行ってきます。はい、オッケー。で、次のターン、青3分で終わりましょう。はい。フワちゃん、花火。イベント進んでね。花火のイベントは切れるけど。フワちゃんのイベントも切れる。で、これ福井部だよね。福井部。で、テク。ああ、テクだろうな。これはテクだな。はい、ではテクニックいっちゃいますね。の前にちょっと技術振っときます。オフェンス振っときます。テクニックも振っときます。
はい、スピードも持ってきます。はい、行きましょう。はい、テクニック。はい、で次のターンまでデートの効果を持ちます。次のターンまでデートの効果を持ちますので、ワンチャン次のターン1ターンで終わるものが来てくれると嬉しいけど、来ないんだろうね。はい、あー微妙なのが来たな。いけっかな、スカイラブハリケーン。いいのがなければこれ、うん、デート行きます。いいのがなければデートです。はい、いや怪我もしそうなんだよな。いやー、いいのない、いいのない。もうこれちょっとデート行っちゃいます。一旦早いけどデート行っちゃいます。しょうがない。ワンチャンね、石崎くんがいいところ行ってくれたらいいなと思ったけど、石崎くんもいなかったね。はい、100戦連覇余裕。進んでいきます。メディオダスで、これは金徳の方だよね。はい、で石崎、いやー微妙なとこいるな。まあとりあえずこれだね。はいはい、オフェンスいきます。はい、翼名言何くれる。体力回復ちょっとくんない、それかタックか。うん、負けてたまるか最近多いよね。最近負けてたまるかが多いです。でテクニック来てくれました。こう負けてたまるか使いたくない、その後がきついからね。はい、そしてオフェンスをとりあえず振っときます。振っときましょう。はい、こんな感じでテクニックいきます。 OK です。さあ残り3ターンデート続きます。デートまで3ターンで、ここで OK! ヒント来ましたね。でメリオダスの福井ベイで、ここでメンタルは微妙、まあメンタルでもいいのか、これメンタルいきます。はい、メンタルでいきましょう。そんなにいいとこなかった。はい、で次、いや、やっぱここでは終わんないね。ここでは終わんないけど微妙だな。一個ずつしか埋めれないのはちょっと辛いなっていうところで、翼踏んでもいい。翼踏んでもいいけど、岬行くのもあり。まあ翼だな。名言もらっておきましょう。はい、名言進むの方がいい。はい、OK でーす。で、次のターン。いや、終わんないのか。岬がいいとこいなかったな。岬がいいとこいなかったな。はい、オフェンス。怪我しないよね。はい、OK。で、次デートです。デートだよね。で、これは、下。はい。で、翼くんが進んでまいります。で、メンタル。悪くはないんだけどね。悪くはないんだよ、これ。悪くはないタックなんだよ。いっとくか？踏んどきましょうか。ね。踏んどきましょう。はい。踏んどきます。いいです。踏んどきます。早めに経験点もらえるのはありがたいんでね。踏んどきます、これは。これは、本当は、激闘進めたいけど。で、これ、ちょっと体力回復くんね。翼、60ぐらいの体力回復くんね。40回復、ありがとう。で、これはイベント切ります。俺が猫になる。で、メンタル。フィジカル。まあ、これはもうフィジカルいっちゃいましょう。こういう時に0パー使います。体力がない時に0パー使います。それが上等手段。はい、ではフィジカルいきまーす。いきましょう。OK です。で、次デートです。さすがに次はデート。で、得意練習頻度上がって、で、まあ、エッフェルパスだな。エッフェル攻撃か。で、翼くん動いていきますね。で、これは、どっちでもいいな。シュート打ちたいけどな。シュート打とうか。シュート打ちます。はい。別に、あまりいいとこは多分ないんで。はい。では、進めておきます。ディフェンスも D まで行っておきましょう。はい。こんな感じでデート行きます。はい。デート3回目。とりあえずデート3回目。性格無比ゲットです。はい。そして、メンタル悪くない。これ使うのはちょっとさすがに時期尚早みたいな感じなんで、これはメンタル言っときます。普通に行きます。はい。いや、後指が動いてくれない。後指が全然動かないぞ。あいつばさくん終わり。ナイス。で、でもってですね。オフェンス。まあ、いいタックですね。では、これは回復いってオフェンス行きましょう。はい、オフェンスいっちゃいます。はい、そして、金徳、得意練習頻度。得意練習頻度が来てほしいな。来てくんねえかな。野生の嗅覚。野生の嗅覚ですね。嗅覚行ってきます。
で、フワちゃん。あ、筋トレ終わった。筋トレ終わっちゃったよ。やべえ、体力がない。やべえ。やばいやばいやばい。やばい。これオフェンス行きたい。オフェンス行きたいけど。どうしよう。どうしよう。まあ、早めですが、これ使っちゃおうか。こっち使います。うん。もう、しょぼい時にこれ使ってね。経験点大量にもらっておきます。はい。で、オフェンス行って、テク行って、スタミナスピード。はい、OK です。はい。では、これオフェンス行きます。次回復あるからいいですね。はい。で、翼、名言。何くれる？タック名言が欲しいな。タック名言が欲しいな。体力回復でした。で、12,723 ということで、セック3やっていきましょう。さあ、オフェンス125行きたいからね。で、これ回復もらっておきます。あ、流星群くれなかったら来てほしかったけどね。はい、そして、マジ？そういうこと。これ、翼の名言行った方がいいんだろうな、多分な。次のターンにかけたいな。まあ、同じようなものが集まっちゃったけど。とりあえず、翼の名言もらっておきます。翼の名言。名言は大事。名言をもらっていこう。はい。いやー、後イベこれ、やめて。普通に後イベ動こうって。動いて。はい。では、スピードなんですけども、パワー振って、テク振っていきます。はい。では、これでいきましょう。スピードいきます。はい。ベリーファスト、OK。いいですね。でもって、ここで得意練習頻度は来ました。OK。優勝期の行方。で、ここでデートだっけ？ここでデートだっけ？デートですね。で、いいタックが、まあ、ぼちぼちのタックが来てますね。これは行きましょうか。うん、これは行きます。これは行っておきます。はい。では、翼の名言。タック名言が欲しいところです。はい。で、ちょっともうこの辺振り始めますね。はい、オフェンス行きましょう。OK です。さあ、オフェンスタックもっとハマろう。オフェンスタックにはまってくれないと、もう厳しいよ。はい。メリオダス。成功した？はい、ナイス。成功しました。で、まあ、これは、デート行きます。で、性格無比取っといて、まあ、この辺も取っといて、はい、これでデート行っておきましょう。4回目です。4回目のデート。ささっと終わらせていこう。でもって、これは、テクニック。悪くはないけどね。悪くはない。悪くはない。行こう。テクニック行こう。で、技術、少々と使って、といて、はい、これでいきましょう。はい、ではテクいきまーす。はい、翼、OK ですね。で、次のターンで終わらせたいところだけどね、次のターンで終わらせたいところですが、来るかな？展開力もらっちゃったよ。終わんない。これは微妙だけど、次緑終わってくれっかな？翼、行っときたいよね。で、これ性格無比取っときますね。早めに技術使えるとこは使っておきましょう。はい、ではメントル行きまーす。あいつばその名言。さあ、来い、名言。あー、神業トラップね。まあ、これはしょうがない。で、これ、メリオダスの福イベです。福イベの方は、これ、上で体力回復のはずなんで、上行っておきます。マッチアップ。はい、そして、うわー、来ない。終わんなかった。まあ、タック、いやー、緑が踏めないんだよな。緑が踏めてないんだよな。まあ、しゃーなし。それはしゃーないっす。はい。では、オフェンス行きましょう。行きます。しょうがない。しょうがない。まあ、タック優先です。お、タック名言来ましたね。ナイスですね。100パンのやつもう使っちゃったからね。まあ、早めにもらえるとありがたい。で、ここで、OK。いいね。オフェンス行ってます。でも、ここで終わらすのちょっとまずくない？まあ、いいか。で、性格無比は取っときたい。オフェンス。で、パワー振っとく。で、まあ、アシストか。悪くはないけど。まあね、この辺でいきましょうか。はい。できれば次のターンに終わらせたかった。はい、オフェンスいきます。ナイス。で、ここで、はい。で、金徳。金徳、マジパ、達人キープ。微妙っすね。まあ、とりあえずマジパ行きましょう。あんまり、美咲くんのやつは行きたくないけど、翼のやつ行きたいけど。で、前部少ないのに、前部遅かったね。あと部終わってる？進んでる？頼むよ、進んでね。で、これ、ちょっとこれ使います。スピリット使います。スピリット使う？エリザベスいるんだよな。
エリザベスいるからもう使っちゃってもいい感じはするんだけど、どのみつはもう次デートだしね。使っちゃってもいい感じはする。威風堂々ね。で、パワーをちょっと振りたいね。使っちゃおっか。使っちゃいます。はい。あまりこれ使うところないかもしれないんで。はい、いっときます。はい、テクニック。で、次、青、緑。終わんのかな。デートな気もするので。てか、後イベがちょっとやばい。後イベが真面目にやばい。で、これ、エリザベスの方。福イベ、なんかあったっけ。はい、いや、根性。で、ここで終わらない。終わらないね。はい、ではデート行きます。ではデート行きましょう。ではデート行くんですけど、筋力が余っております。筋力が余っております。筋力が余っております。はい、ではデート。はい、ラストデート。早かったな、デート。ちょっとデート、もう一回ぐらい行くかもしんない。もう一回ぐらい行くかもしんない。てか、後指が進まない。やばい、それはちょっとまずい。で、いいとこない。これシャッフルします。さあ、一旦で終わらせろ。いや、終わってくんない。でも、いいタック。いやー、これ一個も進まない。まあ、しょうがないか。まあ、しょうがないとして、神業トラップゲット。で、518経験点使いたいですよ、と。コーディネーションパース、神業トラップ。これでいこう。はい、で、オフェンスいきます。さあ、いいタックは来てるんですけどね。ちょっと激闘がハマってない。激闘がハマってくれておりません。はい。ミサキ。あれ？ミサキ、まだ1回目？やばい。それ終わる？マジ終わる？フィジカル。フィジカルか。あまりフィジカル行きたくないけど、これフィジカル行くしかないんだね。はい、フィジカル行きます。はい、そして技術。もうこれはいっか、オフェンス行っとこう。はい、テクも行ってきます。はい、行ってきまーす。はい、行きましょう。で、次、ヤマト魂取ります。次、ヤマト魂。2ターン、3ターンで終わらせていっていけると、すごいありがたいんでね、ヤマト魂。得意練習頻度があるんで、さっさと終わらせていこう。で、おそらくもうドリンクは足りるんで、こっからもうタックです。で、26,662。ちょっと経験点少なくねえか？天才戦丸ですが。まあ、これはオフェンスでしょうね。オフェンスいきます。はい、行きましょう。精神大量に稼がないと、ちょっと精神足らないかもしれないね。はい。オフェンス、翼くんがいないからちょっとまずい感じがする。けど、とりあえずオフェンス踏みます。とりあえずオフェンス踏みます。で、コーディネーションパス。で、パワー上げておきます。で、筋力余りそうな雰囲気だね、これ。これ、筋力余りそうな雰囲気がしてる。で、翼、どこにいる？来てくれ、翼。いや、いない。翼、あれ、翼、お前そ、わ、でも5か。5なら行っとこうか。はい、スピードいきます。次のターンぐらいで終わるっしょ。はい、うのぼれるなぁ。はい、オッケー。みさきくん終了。で、オッケー、成功。いや、でもこれ、金得取れる気しないなぁ。終わる気がしない。オフェンス。はい、ナイスタック。ちょっとまずいなぁ。さすがにまずいなぁ。これ、全部取れる気がしないもん。全部取れる気がしない。とりあえずオフェンス125にはしたい。新しい境地にたどり着きたい。ね。で、敏将がおそらくめちゃくちゃ余るから、はい、オフェンス行きまーす。行きましょう。はい、オッケー。で、次デート行きます。デート行ってもいい。デート行ってもいい。で、精神大量に余る。はい、推進力ダッシュ。こっちからかな。はい。で、これは言っときたいな。これは言っときたい。これは言っときたい。で、テク。オフェンス振りますね。オフェンス振りますね。で、ここで敏将がまた余ってきてますよと。敏将が余ってきてますよと。なので、これを振って。よく出てくいきます。はい、OK。で、翼の名言何くれる？タック名言がいいな。タック名言、はい、やる気上げる。逆はシュート。もう、ひたすら技術です。で、ここ行きますが、ここ行きますが、まあ、とりあえずこれやる気上げときます。別にいらないけど。で、オフェンス振って、
技術ね。技術単品ってのがないんだよな。ってことはこれオフェンス振らずにこの辺を取っといた方が良さそうですね。はい、ではこんな感じで行くんですけど、ちょっと敏捷筋力を使いましょう。はい、では行きます。オフェンス行きまーす。はい、オッケー。さあ、翼、名言、何くれる？森崎もか、それいらない。で、これは、話に混ざるイベント切ります。あとイベント終わってない気がするんだよな。全然終わってないから、あ、メンタル、悪くはない。悪くないけど、ちょっとここデート、あ、遊びます。遊びましょう。遊びます。いいっす。デートも挟まないといけないかもしんないけどね。デートも挟んだ方が残り2個終わる可能性があるから。あれ、ちょっとまずくない？ちゃんと後指終わってる？終わってない感じがします。はい、デート挟みます。これはデート挟んじゃいましょう。で、で、炙りタッチか。はい、ではデート挟みます。いや、いけっかな。微妙なんだよな。微妙な感じなんだよな。ここで一旦で終わらせてくれれば終わんない。あ、でもナイスサック。オッケー。ナイスサックです。ありがとう。ありがとう。ナイスサックです。で、筋力。筋力余っております。はい。ではこれでいきましょう。はい。オフェンスいきます。ナイスサックですが、まあ、これ使っておきますね。はい。オフェンス。で、次のターン、緑5を踏みたいですね。緑5を踏ませてくれると嬉しい。で、岬終わり。あれ？福井部？じゃあ、福井部だな。はい、あれ？金徳終わってる？終わってる？あといべ、終わった、ふわ終わった、終わった。あれ？終わったっけ？終わったね、終わった。で、オフェンス125にはなりましたよ。さあ、こっからだ。こっから金徳取り切れるかだ。フィジー。これフィジー行きます。で、フィジー行くんですけど、これ行っときます。うん。もう、もったいないかもしんないけど、これ使います。で、精神をちょっと使っておきたいよね。で、敏捷があれだから。はい、これで行きます。はい、では、フィジカル行きましょう。OK です。さあ、残り4ターンで終わらせつつ、激闘を終わらせつつ、もう一個のこれね、ダッシュのやつを終わらせつつ、タック、でかいタック、みたいです。ここなんだろうけどな、ここなんだろうけど、まあ、ここ行くか。行ってみるか、敏捷稼いでみるか。敏捷ね、まだちょっと意外と敏捷必要な感じもしてましたんで、筋力ほんといらないんですよ、今。筋力はマジいらない。精神が足らない。精神が足らないよな。精神が足らない。やばい。でもこれ、あまりハードワークは振らない方がいいだろうな。敏捷。はい、これでいきます。はい、ではスピードいきましょう。あとはオフェンスタックにはまってくれば勝ちです。あとはオフェンスタックでいいよ。さあ、はまれ。オフェンスタックにはまれ。オッケー、終わった！えぐ。待って。こんなタック来ちゃうの？こんなタック来ちゃう！来ちゃうのはありがたいけど。ありがたいけど、どうする？いや、普通にありがたいよ。ありがたいけど。そうだよね。こうだよね。とりあえずこれでいこうか。はい、ではオフェンスいきまーす。はい、ナイス、5タック。やべ。経験で余りまくり。で、この後も経験で余りまくり。やーべえ、溢れまくった。しょうがない。それはもうしょうがない。あ、やべ！あ、やべ！もう一個あったの？あ、もう一個金属取らなかったの？あかんかった？終わるかな？ここで大量に取らないと。やべえ。やっちまったぜ。やっちまったぜ、これ。これやっちまった。これはやっちまった。そういうことか。もう一個金属あったのか。もう一個金属あったね。で、精神が全然足らねえや。精神が足らん。技術も足らん。まあ、技術はまあまあそこそこいってる。けど精神が足らん。精神が全然足らん。そうっすね。精神が足らないっすね。なので、精神、メンタル。これいきます。これいきましょう、これ。で、タックのこれはいっとく。で、次のターン、これでなんとか、この2つなんとか使ってって感じか。はい、メンタルいきます。OK です。はい、行っておきましょう。
で、サクッとピンちゃんいきますね。サクッとピンちゃんいきます。オフェンス125。なんか異様だな。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。すいません。1点しか取れなかったですね。1点しかアシストできませんでした。ということで、さあ、残り1ターン。終わるかな。終わるかな。終わってくれっかな。終わってくれる？終わらない。終わらない。残念。まあ、それは仕方ない。仕方ないとして、このままもらってもいいかなっていうのはあるけど、ちょっと敏捷触れるな。振っときたいね。はい。あれ？これ触れないのか。触れない。精神が足らない。じゃあ、嗅覚。まあ、こうか。はい、これでいきます。これで取っといて、ちょっと敏捷余るぐらいではいいや。はい。でもって、精神ももらえましたよ、と。で、空間の支配者な、嬉しいけどな。どうしよう。空間の支配者。空間の支配者優先できますか。はい。で、そうですね。この辺取っとかないといけないね。まあでも、これはいいや。で、技術を抑えときたい。抑えときたい。で、精神はほぼほぼ乾燥するから、まあ、いけるっしょ。はい。はい。はい。これでいきます。はい。では、オフェンスいきまーす。はい。ちょっとドリブルキング取れなかったのは申し訳ないですね。最後、俺のミスです。はい。そして、空間の支配者いっといて、あ、取りきれないか。申し子先行こうか。申し子先行っといて、精神をまあ使ってもいいってことだから、でテクに振って、あと技術はまあよし。で、この辺取っといて、いいですね。精神もこれぐらいは多分終わりで稼げるはずなんで。はい。まあ、ハードワークじゃない、こっちだな。こっちだな。はい。ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。残念ながら点が取れませんでした。いやー、最後ほんと40分ぐらいにね、やっと1回シュート打てるチャンスがあったんで、正直もうそこで勝負かけちゃいました。もう点取っちゃいましたね。はい。あれ？これもしかしてギリ足らない？ギリ精神足らない可能性があります。足りるかな？はい。とりあえず経験点の方は 52,751。では振ってまいります。はい。振ってまいりました。残念ながら。経験点が、精神が35ぐらい足らなかったですね。はい。でも、ZSS 星2がいけました。まあ、そこまでね、経験点ハマっていないながら ZSS にいけるようになってるのは、やはり強くなってますよね。皆さんもぜひ、ね、当てることができたのであれば、メリオダス、エリザベス使ってみてください。はい。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。